新ブランドブリヂストンゴルフのドライバー J715。 最大の武器であるスピン量を低減させ、より強い弾道で飛ばすこのパワーミーリングは、ブリヂストンの中央研究所と共同で開発されました。世界の最先端を走り続けるブリヂストンのタイヤ技術をゴルフクラブにどう反映させたのか、その秘密を探るため中央研究所を訪れた鹿俣さん、先ほど検証に立ち会ってくれたバンさんと中央研究所の内田さん、2人の開発担当者にお話を伺いました。この、ミーリングの部分っていうのは、タイヤの技術的に言うとどこの部分になっていくんですか？タイヤの解析というか、その性能を追求するにあたって、はい、路面とタイヤがこう接触する非常に狭い接地面積の間でゴムがどういうふうに動いてるかみたいなのが、実際に研究の中ではゴムが地面にくっついてる様子を本当事細かに解析したりとかするんですが、今回のこの技術においてもボールとクラブが接触するところで起こっている現象を細かく解析することによって、スピンを低減したりすることができるっていうことをに、はい、つなげたっていうところなんですけど、じゃあそうするとよくインパクトのスローとかあるじゃないですか、はい、ハイスピードカメラでこちらから映像を撮ってとかって、そういうのはありましたけど、そういうふうにその時にボールがどう動いてるかっていうのって、今まで実際は解析っていうのはあったんですか？そのインパクト中に起きてる、はい、ざっくりとした現象っていうのは、はい、昔から研究がされてて、はい、おおよそは理解はされてるんですけど、こんな感じかなこんな感じかなっていうレベルですね、はい、でそれを今回中央研究所さんとの取り組みの中で、はい、まずそのメカニズムを明確にしてやろうと、はい、当たったボールがインパクトの時にどういうふうになってるかっていうメカニズム、そうですね、はい、そのメカニズムの明確化っていうのが一つの課題で、はい、もう一つは可視化ですね、はい、本当にその接触中に何が起きているのかっていうのを実際の目で見てやろうっていうところが、はい、二つ目の課題、では実際にインパクトの瞬間に何が起きているのか。従来のドライバーはインパクトの瞬間、ボールがフェース面上を上に滑っていることが解明できました。この現象をフェースの裏側から見てみましょう。このようにフェース面上を上に滑っているのが分かります。一方、パワーミーリングを搭載したフェースは溝にしっかりボールが食いついているのが分かります。この辺というのはもう実際、じゃあこれが例えばミーリングあるなしでどういった現象になっていくんですかね？話すとすごく長くなってしまうんですけど、はい、ドライバーの時とウェッジの時では、はい、そのボールのこうぶつかった時の動きの仕方がちょっと変わってきまして、はい、ドライバーの時っていうのはこうボールがこう溝に食いつくことによって、はい、バックスピンをこう逆に向けるような力、はい、トップスピン側に起こすような力を、はい、誘発してくれるってことがこの解析の中で分かってまして、そうするとボールが当たって、はい、通常だとこう、まあ、こういう形で、なるんですけど、それがこうこっちに行くような力を出すというのを、はい、研究というか解析の中から、はい、まあ、導き出しました。へー。これまでタイヤの開発に10年間携わってきた内田さん、ゴルフクラブの開発では戸惑うことも多かったようです。タイヤのその開発に比べると、はい、ゴルフボールのインパクトの瞬間ってものすごく早いんですよね、はい、タイヤと比べて時間なんかこう扱ってるものの時間スケールが全然違っていて、はい、
こんな高速な現象をまともに取り組めるのかなと思ってすごい不安になりました。例えばお二人でずっとやられてきてすごく苦労したところとかっていうのは何か。作りの上では、はい、分かったことをどう製品に載せるのかっていうところがやっぱりちょっと苦労したところではあります、ね。まあそこっていうのは期間的にどのぐらいやられていたんですか。そう、半年ぐらいでしたか。そうですね、検討自体は半年ぐらいですね。で、それをどう商品に載せていくかっていうところでまた半年ぐらい。じゃあもうこのミーリングの部分だけでも1年間はずっとやってたって感じなんですね。そうですね、まあ、そうやって考えると本当にそのクラブのそのフェース面の処理だけのところなので、はいはい、まあ、今思えば、まあ、結構やったなっていう感じはしますね。ブリヂストンの技術の粋を集めて作られた J715、 この最新の開発技術によって今後の可能性の期待も高まります。可能性で考えるとざっくり自分が思うと、例えばそれが後ろから見て現象が分かってくると、当然例えば今回ミーリングでしたけどフェースの素材の問題であったり、例えばドライバーとフェアウェイウッドとユーティリティとか全部こう機能別に変えていった方がいいとか、うん、いろんなこと考えて可能性って出てきますよね。ちょっとお答えできません。なんかすごい意味深な楽しみな発言じゃないですか。だから必要な性能っていうのはそれぞれドライバー、はい、フェアウェイウッド、ユーティリティ、アイアン、ウェッジ、はい、違いますよね。違いますので、はい、それぞれに最適な表面状態っていうのが必ず存在しますね、はい。でまあそれは今後の商品に次々と載せていく予定でいますので、はい、そこはぜひ楽しみにしていただきたい。じゃあこれから出てくるモデルでミーリングが違ったりフェースが違ったら、あ、これだって思えばいいんですね。そうですね、はい。続いては実際のコースに出ての試打。埼玉県秩父市にあるサイの森カントリークラブ、トム・ワトソン設計による高い戦略性とカジュアルさを存分に楽しむことができるコースです。今ドライバーのソールのデザインってすごく、はい、クラブを買う時の、まあ、自分なんかだと好きになるかならないかのすごく大事な要素なんですけど、はい、バッて今回のモデル見るとソールに2つの大きなウエイトが特に目を引くんですけれども、はい、これはどういう意味があるんですかね。そうですね、2g と 8g のウエイトがついているんですけども、はい、それを2箇所入れ替えていただくことで、はい、弾道の強さをコントロールすることができるようになります。このウエイトの重さを変えることで。そうですね、今がこれがセンターが 2g でヒールが 8g っていうポジションですね、はい。じゃあこれでじゃあ早速ちょっと打ってみますね。はい、お願いします。ナイスショー。これ球強いですよね。すっごいアゲンストなんですけど全然負けてなかったですね今ね。そうですね、ショー同じライン出ましたよね。自分もともとフェード打ちなのでどちらかというとあそこから特にこうやってアゲンストが強いと、うん、右にプーって流れるイメージを自分で持ってるんですね、はい。でも実際これ打ってみた時に全然、うん、どちらにも寄れずにそのまま強く前に突き進んでいったんですけど、うん、そうですね、やっぱりいかに弾道を強くできるかっていうところを開発の肝に置いてますので、まあ、その性能がよく出た弾道かなと思います。続いてセンターとヒールのアジャスタブルカートリッジを入れ替えて試打してみます。どのぐらい変わってくるのか。でも明らかに素振りしてて違うんですよね、スピード感もヘッドの重さも。ショー、すっごくいい球ですよね、綺麗な、うん、そうですね。自分が当てたいところでインパクトできるんですよね。よく大きいサイズにありがちなもたつき感が一切ないですね、うん、しょう全部同じラインに球が出ていく。
飛んだすげえ綺麗だいやでもどっちもでもインパクトのタイミング全くずれなかったですもんね。そうですね、普通これだけずらすとインパクトのタイミングずれてくるんですけど、うん、全く違和感なく触れてたので、そうやっぱりこの2つのポジションを研究してここに置いてるっていうのが その良さを引き出してくれてるんだと思います。このアジャスタブルカートリッジは 2g から 12g まで6種類あり、一人一人のプレイヤーに合わせスピン量やつかまりの調整が可能です。新ブランドブリヂストンゴルフのドライバー J715、パワースリットをクラウンからトウ、ヒールまで伸ばし、インパクト時のヘッドのたわみの最大化を追求しました。ブリヂストン中央研究所と共同でスピンのメカニズムを解明、スピンを低減させより強い弾道で飛ばすフェースデザインパワーミーリングを新開発しました。また自分のイメージする弾道に合わせて8つのポジションから好みの顔を選択できるバリアブルアジャストシステムを搭載しています。